はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、制作動画ではなくて、完成レビューっていう形で、動画を撮らせていただこうと思います。はい、というわけで、まあ、早速なんですけども、今回、制作動画を上げずに作ってたキットですねの、完成のご紹介をしようと思います。それがですね、こちら、タミヤの12分の1ビッグスケールですね。ビッグスケールのカレラジポルシェカレラ GT、こちらの製作をやってましたので、ご紹介をしていこうと思います。はい、というわけでちょっとこのアングルだと見にくいかもしれないんですが、ちょっといろいろ紹介をしていこうと思います。はい、でまあこのキット、5月の静岡ホビーショーですね。静岡ホビーショーの時に、タミヤの本社でやってたあの遮音セールの時に買ってきたキットで、まあ定価がねこれ3万5千ぐらいするんですよね。定価が3万5千ぐらいするんですけど、それが半額で買えるっていう形で、販売されてたので、前々からこのキットは作りたかったので、喜んで買ってきて、でまあその時にね同時に他のお客様と同時に一緒に買ったのもあったので、そのお客様とねワイワイ言いながら作ってたので、ちょっと動画には撮らずに、制作してるっていう感じでやってました。まあ、たまにライブ配信とかでね話は触れてたんですけども、動画自体は制作動画自体は撮ってなかったものになります。だからちょこちょこインスタとかで、写真をちょろちょろ上げてたぐらいな感じでした。はい、なので、まあ、今回、完成したので、全部一気にまとめてご説明をしていこうと思います。で、まあ、このボディカラーなんですけども、まあ、カレラ GT にこの色が実際にあるかどうかっていうのはちょっと分かんないです。多分このクラスの車になるとね色は自由に選べるはずなので、多分こんな色の個体も多分あるんじゃないかなと思います。ただまあ自分の中でかっこいいと思うカレラ GT を作ろうっていうので、配色を決めたので、まあ、実際にはこんな配色はないかもしれないです。まあ、その辺はまあ俺設定ということで、ご理解ください。でまあ今回使った塗料っていうのはこちら、ガイアカラー、ガイアノーツさんのガイアカラーから出てる、バーチャロンカラーシリーズですね。最近このバーチャロンカラーシリーズよく使うんですけど、バーチャロンカラーの、ナンバー102、パールビビットオレンジっていう色をボディ色に使用しました。これは、ビビットオレンジっていう、もともとビビットオレンジっていうオレンジ、結構発色の鮮やかなオレンジがあったんですけども、そのビビットオレンジにイエローのパールが溶け込んで混ぜ込んであるのがこのパールビビットオレンジっていう色になります。でまあ入ってるパールの粒子がイエローパール、まあ、そこを見てもらうと分かるんですけど、イエローパールなのでオレンジがオレンジなんだけど角度によっては黄色く光るっていう、こうちょっと独特な色になってます。でまあネガティブなことを言うわけじゃないんですが、他のパール塗料と比べるとあんまりパールパールしてない感じの塗料になります、この塗料は。なので、今回みたいにこういう大きい面積、まあ、車のボディとかみたいな大きい面積を塗るのには非常にいい塗料だと思うんですよ。
このサイズになればそのパール感っていうのもちゃんと、目に入ってくるのでいいと思うんですが、ガンプラとかに使うとはっきり言ってパール感がほぼわからないっていうような塗料になります。まあ、よく見ればわかるんですけど、このパールビビットオレンジだよっていうのを言わずに見ると、ほぼパールっていうのには気づいてもらえない感じの塗料になってます。ただまあこんだけのサイズでこういうあの丸みの帯びたボディになってくると、やっぱりこうどこが分かりやすいのかな、まあ、こうやって見てもらったら分かるかな、ボディの上面と横とで結構色が違うと思うんですけど、これ普通のオレンジだったらここまで色の違い出ないんですよね。なのが、こんな感じで色の違いが出るっていうので、ちゃんとパールが入ってるなっていう感じがわかると思います。ただそのパールパールしてない分、普通のパール塗料パール塗装よりもちょっと上品な感じになるので、まあオレンジっていう派手な色ではあるんですが、ちょっと、上品な感じにもなるので、僕はこの色すごい気に入ってます。なのでまあまあまたこの色を使ってね、他のキットとかも塗りたいなとは思ってます。はい、こんな色、ちょっとカメラだとねこの色分かりにくいとは思うんですが、非常にいい色となっております。こんな感じ。はい、でまあこの辺の車、特にこのカレラ GT って発表された時にボディがフルカーボン、シャーシモノコックも含めてフルカーボンでできてるっていうのが非常に話題になった、車でして、多分モノコックまでフルカーボンで作った車って、モノコックからエンジンのサブフレームから、全部を、フルカーボンで作った車って確かこの車が一番最初やったと思うんですよね。F40 とかF50 とかあの辺もカーボンパーツは使われてたけど、F40 はスチールのパイプですねで作ったスペースフレームにカーボンをかぶせてるだけで、 F50 の方は確かここのキャビンだけがカーボンで、前後のサブフレームはパイプフレーム、スチールか黒森かなんかのパイプフレームだったと思うんですよね。でその前後の、まあ、エンジンとか足回りがつく部分、そこまでフルカーボンにしたっていうのは確かこのカレラ GT が一番最初やったと思うんですよね。っていうのもあって、このカレラ GT の発表会の時は車が出てくるかと思いきや、こうスクリーンの奥からカーボンのフレームにエンジンとかをつけた外装が一切ついてない状態の車がニューンと出てきて、かなりこう見てる人をびっくりさせたっていう記憶があるんですけれども、まあそういうちょっと特殊な車になってるので、結構あちこちにカーボンが見えるように作ってあるんですよね、実車も。なので、その辺をちょっと意識しながらあちこちに、タミヤのねカーボンデカールを貼り込みました。はい、なのでまあそれを貼った場所っていうと、まあ外観で言うと、こういうサイドステップのコロコロ言うなんだ、外観で言うとこのサイドステップとかフロントバンパーとかにつくこの塗り分けの部分、これ説明書では塗り分けっていう指示になってるんですけど、こういうところにカーボンを貼り込んでます。であと実車の写真見るとそうだったんですけど、このフロントのヘッドライトのハウジング、ヘッドライトの中のこの黒い部分ですねとか、このダクトの中のこの黒い部分、この辺は全てカーボンになってたので、実車の写真を見たら、ここら辺は全部カーボンを貼り込みました。ちょっとね暗くて見にくいんですけども、全部カーボンを貼り込んであります。はい、で後ろを見ると、後ろのこのカーボンリアウィングの下側、ここも僕はカーボンを貼り込みました。これ実車はほとんど
塗装されてるんですよ。ウィング全体塗装されてるんですけど、こういろんな写真漁ってる時に1台だけこういう仕様があったんですよね。1台だけこの裏側をカーボンを残してるっていう仕様、残してるのか後からカーボンのなんかを貼ったんか、その辺はちょっと分かんないんですけど、裏側をカーボンになってるっていう個体があって、それがね非常にかっこよくて、それはね確かね写真だと黄色いボディにここだけカーボンっていう風になってて、それがすごいかっこよかったんでちょっと真似したっていう感じです。このウィングの下面ですねをカーボンにしてみました。であとここのダクトの出口、ダクトの出口、これもその車がこうなってたんですけど、ここもカーボンのやつを貼ってます。でここだけねちょっと後から貼ったんで、ここだけねちょっとカーボンフィニッシュ、長谷川のカーボンフィニッシュを使ってます。ここだけね、はい。で一個僕これ反省点なんですけど、ここだけねなぜか塗装でつけちゃったんですよね。ここも本当はカーボンなんですよ。ここの黒い部分もうカーボンなんですけど、なんかね多分この時ここのパーツをつけた時多分急いでたんですよね。早くリア周りを組みたかったみたいな感じで多分急いでたんだと思うんですけど、なぜかカーボン貼らずに貼っちゃったんですよね。こんな感じで、なんでここだけちょっとね僕後悔してるところ、ここも本当はカーボン貼った方が良かったなっていう感じで、ちょっと反省してます。ここは絶対カーボンの方がかっこよかったな。こんな感じで、あと、まあさっきも言ったように前後のサブフレームが全てカーボンになってるっていうことで、ここのねこのサブフレームの部分、ここも全てカーボンデカールを貼り込みました。こんな感じ。ここのねリアのサブフレーム周り、このリアのサブフレーム周りだけでカーボン、タミヤのカーボンデカールを多分1枚丸々全部使ったぐらいな感じになりましたけども、こんな感じでカーボンを貼り込んであります。こんな感じで、このリアのインナーフェンダーに関しては、まあ、ちょっと本当はここ実車の場合本当はただの普通の黒いカーボンなんですよ。なんですけど、まあ、ちょっと見た目的にアクセントが欲しかったのと、まあ普通もうちょっとおもんないなと思ったのもあったので、ここはケブラー柄の、カーボンデカールを貼りました。カーボンケブラーのね黄色いカーボンデカールを貼りました。こんな感じ。だからこれ締めててもねたまにチラッと角度によっては見えるので、割とちょっと結構効いてるかなと思います。はい。であと、これはちょっと実車とはまたこれも仕様が違うんですけど、この屋根、これ取り外しできる屋根になってるんですけど、この屋根の表面もカーボンにしました。これ実車も、素材はカーボンなんですよ。ただ、写真見る限りは実車の場合はボディ色で塗装されてるみたいなんですけども、まあこんな感じでカーボンデカールを貼ってありますという感じです。こんな感じで、あと、細かい部分になるんですけど、ドアを開けたこのサイドシル、このサイドシルの部分ですね。本当はこの内装すべてカーボンになるんですけども、そこまでやるとちょっとカーボンデカールが何枚っていうので、もうこうやってパッと開けた時によく見える部分だけですけども、このサイドシルの部分ですね、ここにカーボンデカールを貼り込んであります。であと、このドアの内張り、ここですね、ドアの内張りの黒い部分、黒い部分も、実車はカーボンむき出しなので、カーボンを貼り込んで光沢を出して、で、この肘置きっていうんですかね、このドアのパッドとかエアバッグのところ、ここだけはレザーだったので、ここだけ艶消しの黒で雰囲気を変えてるって感じにしてあります。こんな感じ。まあカーボンデカールはこんな感じで、あっちこっちにかなり使いました。でキットには一切ついてないんで、当然型紙とかもないので、
その貼るパーツのところにマスキングテープ貼って型取りして、でカーボンデカール切り出してっていう感じでペタ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 細かく貼っていったので、だいたいね黒のカーボンデカール、このタイプのね、あやめ極細っていうタイプのタミヤのカーボンデカールを、全部でトータルで何枚使ったかな、トータルで4枚かな、4枚使ったのと、あとケブラ柄のデカールですね。ケブラ柄のデカールは、富士見のやつがもう絶版になってるんで、今回はスタジオ27のやつを使ったんですけども、スタジオ27のカーボンケブラデカールを、丸々1枚ですね使ったっていう感じなので、まあ社外でカーボンデカールだけでいくら使ってんねんっていうぐらい、使ったんですけども、その分、質感的にはかなり上がったかなと思うので、個人的には満足しております。はい、うん、こんな感じで、まあ12分の1っていうことで、かなりギミックとかは、いろいろ再現されてます。なので、紹介していくと、まあさっきもちらっと見えたように、まあドア、左右のドアが開閉、これはもうちゃんとギミック、ドアのヒンジがちゃんとあって、ヒンジはこれダイキャスト製になってるんで、ドアがこういう形で開閉するのと、あとちょっとね、フロントのトランクが開きます。でちょっとトランク愛が良すぎてね、爪が入らないんで、テープでこうやって引っ張り上げるとこんな感じでトランクが開きます。ただこのトランク、実車はダンパーの油圧ダンパーの力で上に上がって固定するんで、開けっぱなしにするようなこう棒がないんですよね。なので、話すと閉まっちゃいます。話すと閉まっちゃうので、もし開けっぱなしで飾りたい場合は、ここのダンパー、こんな感じでここにダンパーがついてるんですけど、見えないかな、ここにね、ここにダンパーがついてるんですけど、ここの取り付けネジをグッとちょっときつめに締めてあげると、開いたまま固定できるようになるんで、開けた状態で固定した場合はそういう風にしてあげたらいいと思います。はい、であとさっきも開けた後ろ、エンジンフードもこんな感じで開きますよっていう感じになってます。で、エンジンフード開けたところからちらっと見える、このリアのサスペンションですね、見えるかな、ここね、このリアのサスペンション、これはちゃんと足回りに連動して稼働するっていう仕組みになってます。まあ、これほんと実車と同じ足回りの形状になってるので、こうリアの足回りを動かすとちゃんとプッシュロッドが押して、リンケージを返して、インボードサスが、インボードタイプのダンパーが動くっていう感じになってます。でちょっと見えないんですけど、後ろ側にはちゃんとスタビライザーも入ってて、ちゃんとスタビライザーも設定通りに動くような仕組みになってます。これはね、フロントの方もそういう構造になってるんですけど、残念ながらフロントに関しては組んでしまうとほぼほぼ見えない、タイヤを外すとここの隙間からチラッと見えるんですけど、上側から見るとフロントのサスペンションはもう全く見えない感じになっちゃうんですが、フロントも一応そのギミックは再現されてます。はい、そういう感じになってます。であとちょっと面白いギミックが、このリアのウィングですね。リアのウィングなんですけど、最近のスーパーカーとかほとんど採用されてるんですけど、車速とかに応じてこう羽が上がるっていうギミックが再現されてます。多分ね、可変ウィング自体も一番最初にやり始めたんでポルシェやと思うんですよね。964の911の964っていう方とかで、リアのねエンジンフードの上の
スポイラーが速度に応じてギューって開くっていうギミックがあって、まあ、多分それが可変スポイラーの市販車の可変スポイラーの一番最初やったと思うんですけども、まあ、それの発展系っていう感じで、このね面白いです。このナンバープレートを押すと、こう見せた方がいいかな、ナンバープレートを押すとこういう風に上がるっていうギミックが再現されてます。で、この下にね、ギアがいっぱい入ってて、そこにダンパーユニットも入ってるんで、こうボタンを押したらパチンって上がるんじゃなくて、なんかじんわりとじわーっと上がってくるっていう感じになってるんで、若干なんか高級感もあるような感じになってます。で、こうやって上に上げてあげると、このねウィングの下がカーボンになってるっていうのが結構見えるんで、効いてくるかなと思います。こんな感じ、まあオレンジと黒のねコントラストもすごい映えるんで、結構効いてるかなと思います。こんな感じ、まあ空力的に効いてるのかどうかは知らないですけどもこんな感じになってます。はい。で、あともう一個が、まあさっきも言ったように、この車屋根が外れるんで、屋根がポコッと取れる形になってます。まあ、実車もね、こういう形で左右2分割で外すっていう感じになってて、で、まあ、この外した屋根はこのトランクに実車の設定通りに収納ができるっていう形になってます。どうやったっけな、こう入れてこうだな、こういう感じで、で実車通りにこう収納することができます。はい。で、まあ屋根を開けると内装がこうやってねはっきりと見えるっていうような形になるので、まあこの辺は好みですね。内装がしっかり見えた方がいいっていうので、オープンで飾るっていうのもいいと思いますし、屋根をつけた方がやっぱりボディラインは綺麗、なので、屋根をつけて飾るっていうのもどちらでもいいと思います。で、まあドアとかもね開ける開けないとかもあるとは思うので、その辺は好きなように飾ればいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあこのキットのねすごいところ、まあ今のギミックの再現度っていう部分も、あともう一個忘れてた、もう一個のギミックは給油口が開くっていうまあそんな大したことではないんですけども、こんなことまで、しっかりやってるっていうのがタミヤのビッグスケールのすごいところかなとは思うんですが、まあこんな感じで、非常にギミックの再現が優秀な上に、まあ僕みたいなメカ好きの人間をこうウォーってこう思わせるような、ギミックが採用されてるので、そういう点は本当にすごいなと思います。このウィングとかもそうですし、足回りの構造とかも組んでる時非常に楽しかったです。本当にまあ、ダイキャスト、足回りが全部ダイキャストのパーツなんで、結構大変は大変やったんですけど、非常に組んでて、あ、こういう構造になっててこういう風に動いてるんやっていうのがよくわかる、非常に、組んでて面白い、仕組みになってました。で、あとはまあパーツの合いとかそういう部分に関しては、このキットに関してはほぼもう全く問題なく、何のストレスもなく組めました。全てのパーツがはまる場所に当たり前のようにパチッとはまるっていう構造になってたし、まあ、この内装とかあちこちこう色分けがねいっぱい入ってるんですけども、この色分けされてる部分に関しては全て別パーツになってます。なので、まあえてこう筆差しとかで筆とかで色を塗った部分とか、あとまあ塗り分けをやった部分っていうと、もうシートとドアの内張りぐらいなんですよね。それ以外のパーツ、まあドアの内張りに関しても、説明書通りであればもう黒一色なんですよね。黒一色なんで、黒一色でシルバーの部分は別パーツになってるんで、本来の説明書通りに組むんであれば、ドアの内張りはもう黒一色で塗るだけ
なんですが、僕が勝手にアレンジしてオレンジを入れたりとかカーボンデカール貼ったりとかして自分で勝手に大変にしただけなんで、説明書通りに組むんであれば、本当楽ちんです。はい。でまあこのリアシートの塗り分けとかも、これはまあ選択というか、実車もモノトーンのシートとツートーンのシートがあって、それをまあ好きなようにやってくださいっていう感じ、まあ、実車のカタログに載ってるのはこういう配色ですっていう形で説明書に書いてるだけなので、まあ、僕が今回こうやって塗り分けたの、上半分オレンジにして下半分を黒にしてあるんですけども、この辺とかももうほぼ僕のオリジナルでやってるんで、その辺はもう自分で考えながらやってもらったら、やってあげたらいいんじゃないかなと思います。このシルバーの部分は別パーツ、このベルトホールみたいな感じのね、シルバーの部分は別パーツになってるので、ほんとね、組みやすい、究極に組みやすいキットでした。うん、はい。だからほんとタミヤの技術力は本当にすげえと思った、キットですね。はい。でまあそうは言っても、 あともう一個すごかったのはこのメッシュですね。ここのメッシュ、これねエッチングパーツなんですけど、もうこの形にプレスしてくれてるんですよ。プレスしてくれてて、もうここのエンジンカウルにクッてはめたらパチンってはまって、もう取れないぐらい、すごい精度で作られてるメッシュです。だからこれ僕これ接着してないんですよ。接着してなくて、このエンジンカウルの裏側に生えてるピンに位置合わせてクッて差し込んでるだけで、もうびくともしないぐらい、すごい精度でプレスされてるメッシュ、エッチングメッシュになってます。これは本当すごいなと思います。これねタミヤ24分の1も出てるんですけど、24分の1の方はここの部分はこの形のクリアパーツにメッシュのデカールを貼るっていう形で再現なんですよね。ただこっちの12分の1はこういうエッチングメッシュになってるっていうので、これはすごいと思います。うん、だ24分の1の方もね、そのクリアパーツにエッチングメッシュをこうギュッと押し付けてあげて肩取ってっていうので、やろうと思えばできるんかもしんないですけども、まあなかなか大変かなと思うので、これはすごいなと思いました。はい。であとまあエンジン周りとかも基本的には、ほとんども別パーツ、色が違うものはほぼほぼ別パーツになっているので、割と作りやすかったです。はい。こんな感じ、このキットのすごいところっていうところに関してはこんな感じなんですが、まあやっぱりね、すごいところだけ言っても仕方ないんで、まあ、作る時に気をつけないといけない部分っていうのも結構あります。はい。で、まあ、結構っていうか、もうこのキットに関しては注意しないといけないのは1点だけです。これはもうビッグスケールである以上もうどうしても仕方ないことにはなるんですけど、結構引けがすごいですパーツので、ちょっとリアウィングはね処理を、し忘れてしまって、もうもろに出ちゃってるんですけど、わかるかな、この辺なんですけど、この辺はね非常に引けてます。あ、こうやったらわかるかな、このライトの光がここでうねうねってなってるじゃないですか。これはねめっちゃ引けてるんですよ、ここは。うん、このリアスポとかはこの分厚さなんで、厚みこれ5ミリ近くあるんですけど、5ミリ近くあるこのパーツを普通に一体成形で成形してるんですよね。表裏貼り合わせとかじゃなくて一体成形で成形されてるんで、裏側のねこのウイングのステーの付け根のところの影響がもろに表に出ちゃって、こうやって引けてるっていう感じになってるんですよね。なのでまあこういうところであったりとか、まあ、ボディ各所、まあ、裏の金具を留める用のダボだったりとかいろいろあるんですけども、そういうところにかなり引けがあります。ただまあビッグスケールなんで強度を出すために結構プラが分厚いんですよね。プラが分厚いんでどうしても引けっていうのはもう出てしまう、もう仕方ない部分
だと思うので、その辺はもうしっかりと、修正をしてあげながら、フロントカウルとかもね結構引けがあったんで、場所によってはもう瞬着パテを持って、修正したりとかっていうのをしたんで、その辺とかをねしっかりやるかやらないかで結構見た目の雰囲気っていうのは変わってくるかなとは思います。その辺を本当に気をつけた方がいいかなと思います。僕はだからこのリアスポね、ここは失敗したなっていう感じですね。これなんで処理をせずに塗ったかっていうと、これは僕の反省点なんですけど、こういうパール系の塗料を塗る場合、特に今回みたいにパールの粒子感が弱いパールとかを塗る場合って一気にね全部塗ってしまわないと色合わせが非常に大変になるんですよ。別々に塗っちゃうとその日の気温とか湿度とかそんなんでパールの粒子感が変わっちゃうんで、完璧に揃えるっていうのが本当に難しいので全部一気に塗ろうとしたんですけど、このリアスポと給油口の蓋だけ切り出すの忘れてたんですよ。でリアスポの方はその時に気づいて、あやべえ忘れてたってなって、切り出して、でボディのこのカウルの方は白を塗ってからこれを塗ったんで、こっちのリアスポは成型色が白やったんで、白白同士やから、色自体はあったんですけど、あやべえって言ってすぐに、切り出して、でもうサフとか一切拭かずに塗ったんで、被験の処理を忘れてたっていう感じになってます。なのでここはね非常に結構目立つんで、ここは僕ちょっと後悔してます。でこの給油口の蓋に関しては、このカウルを組む時点、リアカウルを組む時点まで完全に忘れてたんですよね。なんでかなり遅れて塗ったので、遅れてこれだけで塗ったんで、よく見るカメラだと分かんないかもしれないですけど、よく見るとねパール感が全然違うんですよね。なんでここだけ色が違って見えちゃうので、これはちょっと失敗したなっていう感じです。ただこれを合わせようと思ったらもう最悪もうここ全部塗らないといけないっていう感じになってきちゃいかねないので、もうここはもうこれぐらいでよしとしようという感じにしました。あまりにもひどいんで一回この上にカーボンデカール貼ったんですよ僕カーボンデカール貼ったんですけど、カーボンが悪目立ちしちゃったんでやっぱり剥がしましたこれは。なのでこんな感じになってるんで、筆圏の処理とあと塗装の段取りですね、っていうのは非常に考えないと、後で痛い目合うというか後でちょっと残念な気持ちになっちゃうキットだったかなと思います。はい、ただ総合的な意味で言うと非常にいいキットだったので、ちょっとお値段するキットなんでね、みんな買いましょうっていうのはなかなか難しいところではあるんですが、非常におすすめのキットではあるので、もし近所の模型屋さんとかで、売ってて、お財布にちょっと余裕がある時とかだったら、ぜひチャレンジしてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと参考までに言うと、この1台を作るのに使った塗料とかの量っていう話で言うと、カーボンデカールはさっき言ったようにどこまで貼るかにもよって変わってくるんですが、タミヤのカーボンデカールを4枚とスタジオ27のタミヤのカーボンデカール綾織極細ってやつを4枚とあとスタジオ27のカーボンケブラデカールを1枚使ったっていう感じです。でカーボンデカールタミヤのカーボンデカールに関しては目のパターンがいろいろあるんで、その辺は好きなやつを選んだらいいかなと
思います。まあ、僕のイメージ的には結構細かいカーボン柄だった気がするので、まあ、これを使ったんですけど、もうちょっと粗いビッグスケールなんでね、もうちょっと粗いカーボンデカールを使うとかでも全然ありかなと思います。はい。でこの塗料、ボディの塗料塗装なんですけど、このパールビビットオレンジ、これを、丸2本使いました。僕は、まあ、僕の吹き方いつも見てくれてる方だと分かると思うんですけど、結構無駄が多い吹き方っていうのもあるので、このパールビビットオレンジを丸2本使いましたね。2本使って、でクリアを、あの EX クリアの大瓶を2本、1本半ぐらいかな使った感じですね。はい、そんな感じになってます。はい。なのでまあまあエアブラシで作るんであれば塗料代とかはそんなにかかんないとは思います。これはね、缶スプレーで作るってなると結構大変かもしれないですけども、まあそんな感じになっております。はい。なのでかなりね、僕の中でもおすすめのキットだとは思いますので、気になる方はぜひ、チャレンジしてみてもらったらいいかなと思います。あ、そう、僕一個忘れてた、僕ちょっと一箇所やらかしてて、このハンドルね、ハンドル本当は、この前輪の操舵とハンドルが連動して動くっていう構造になってるんですけど、僕これね、ハンドルをね、そのステアリングのシャフトに固定するときに、ちょっとやらかして接着しちゃったんですよね、このステアリングコラムと。なんでね、ハンドル回んないっていうミスをやらかしました。はい。まあそんな感じですね。はい。なので、あとまあ最後、ちょっと、スライドショーで動画を見が写真を見ていただいて終わりにしようかなと思います。まあ、ちょっと長々とお話ししましたけれども、それぐらいね、すごい魅力のたくさん詰まったキットだと思います。もう見た目もね、もう文句なしにかっこいいキットですし、こう置いてる時の、このインパクトっていうのもすごいし、でギミックもすごいしっていうので、もう作りがい、塗りがい、飾りがい、所有欲、全てが満たされる、本当にいいキットだと思いますんで、ちょっと喋りすぎましたけれども、完成レビューとさせていただこうと思います。はい。まあ、こんな感じでね、動画にしてないキットとかも、あれこれあるんで、たまにそれが完成したらこういう感じで完成レビューだけっていうのもやっていこうと思ってますので、またそれも楽しみにしていただけたらなと思いますので、そういうのも見たいと思っていただける方は、まあ、突発的に上げるんでね、完成レビューに関しては、そういうのも見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。